皆さんこんにちは。今公式の放送でこういう状況になっております。いや、ちょっとやばい、緊張がやばい。もう緊張で喋れないんですけど、ちょっと頑張ります。はい、ということで今回はこのいつも通りついさっきやった AL 対自分のバルクの試合をね、やばい、こんなさ緊張するのないよ。実況の実況をしていきたいと思います。バルクちゃんになったらいける。いつもね、バルクちゃん使ってるから。お前だったらいけるよ。いけねえよ。お前ボロボロされるぞ、この後。いけるとか言ってるぜ。いや、マジで。頑張ろう。その急に、なんだろう、こっちの想定だと、レレイさんがバーンされるっていうことが考えてなかったんで。ちょっとコメントとかも全部見ないで、全部見ないで。そう、急にね、自分がハンターになったんですが、この光景ですよ。日本一ですからね、相手。日本一対、俺のバルカ。さあ、結果はどうなるのか、ドキドキですね。いや、みんな知ってるっていうね。はぁ、あ。この試合の自分はめちゃくちゃ緊張してるんですけど、まあ今は後付け実況なんで、気楽に実況していきましょう。行くぞ、俺の妖精ちゃんとか言ってますけど、この時心臓はバクバクで何も喋れない状況です。あー緊張する。いや本当によ、この行くぞ。待って待って、人格確認大事。オッケー、で相手の構成が術師、うん、強っ。待って、強いな。待って、めちゃくちゃ強いな。そうなんですよ、今回ルールで今まで使ったキャラは使えないってルールなんですけど、それでもやっぱサバイバー頼む頼む、強いですね。工場の外に解読機があるパターンお願いします、マジで頼む、うん、工場の外、工場外、工場外、そうそうそう、どっちだあれ。バルクは工場の外に解読機があるか中にあるかで、よしよしよし、工場ない、ね、全然違うんでね、祈ってますねこの時。工場外だったらある、外だったらある、いけるよいけるよ。ちょっと待ってますね、いいのが本番の緊迫感というのをご覧ください。最初作的でね、もう全然集中しちゃって全く喋らないやんね。本当に喋らないね俺。あ、本当に集中してるよこの時、本当に。でカウボーイと、で占い師じゃなくて、この前占い師がカウボーイ追うんだけど、自分カウボーイ苦手なので、どっちもあれだ、カウボーイ追ってますこの時。で大、もう重大なミス、ここここ、見てて、もうここで鬼没でね、恐怖いけて、いけてたんだよねワンチャン。すごいすげえ、鬼没のボタン押せなくてさ。でここも、あマジか、いやうまいな、マジか、めっちゃ焦ってる。うん、さすがのバナ。え、これがね、AL の。あれはきつい。団結力よ。頑張れ、俺、頑張れ。落ち着け、落ち着け。落ち着け、落ち着け、うん、落ち着こう。うん、頑張れ。これ、柳田さん、サバ戦じゃないですかね。ハンター戦で、このちゃんとしっかりチェイスしていくあたり。ああ。さすが、つらい、これ見るの結構つらい、いつ、マジか、そうでしょ、本当なんだよ、いやマジか、これがリアルきついか、これだ、頑張れ頑張れ、いやマジか、やなさんこれ本当にハンター戦マジで、さっきな、鬼没恐怖決まってたらな、あったんやけど、あれ諦めない姿勢が大事や。あら、今のまで一発入れれる、いや入れれない。ここの旋回も、ここの旋回もうまい。そしてラオリーさんのこのチェイス補助の壁ね、さすが日本一って感じですね。
はぁ、マジか。あぁ。一応これ、これでもね、ランクマは、勝率 84% とか 5% ぐらいあるんですけど、そうだな。ほとんどランクマ負けないんですけども、ボコボコです。これが。マジか。ここからは、嘆く俺をお楽しみください。ちょっともう何も喋らないんで。どうぞ。もうそこは待てないんだな。いや、さすがやな、ほんと。悔しすぎる。いやー、悔しすぎる。なんで悔しい。あー、もう悔しい。あー、いかー。やべ、涙出てきた。見てて涙出てきた。これだって、頑張れ。で、これ2連打。もう、悔しすぎる、本当に。いやー、マジかー。あー、マジかー。ほんとにごめん、バルク。ほんとにごめん。下打ちとかダメだから。事務所 NG だから、ちょっと。何してんの。ほんとにごめん。ダメだよ、今の。ダメだよ。ほんとにごめん。もう、ごめん。ごめんなさい、バルク。ほんとにごめん。もう、くそー。あー、悔しい。あー、もう悔しい、マジで。うん、お疲れ様、お疲れ様、俺、うん、はい、ということでね、こんな感じで以上になります。いやー、さすがエールさん、さすが上手でしたね。いやー、楽しかった。こうやって実際戦えたのも楽しかったし、今回ね、企画としてサバイバーもね、いっぱいできてめちゃくちゃ楽しかったです。エールのメンバー大好きなんでね、これを思い出に、これからも頑張っていきます。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。